はい、どうもこんにちは、つきです。今回ですね、Kindle Unlimited を2度挫折してしまった私が3度目の正直で本当にお勧めできる本というのをご紹介していきたいというふうに思います。この動画を最後までご覧いただければ、 Kindle Unlimited を無料体験したあなたが今読むべき本というのが具体的にわかるようになっていますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなというふうに思います。ではよろしくお願いします。はい、ではですね、早速解説をしていきたいというふうに思います。まずですね、私がおすすめの本をご紹介する前に Kindle Unlimited についてちょっとおさらいをしたいというふうに思います。今ですね、画面に出ている中で今ここですね、ここに Kindle Unlimited と書いている本については、読み放題になっているものです。で、Kindle の本でも要するに全ての本が読み放題なわけではなくて、 Kindle Unlimited に、そのタイミングで指定された本があるということです。で、その本については読み放題になっているということです。で、私がこれまでに2度挫折してしまった理由というのが、まずですね、無料体験を始める前に、読む本がちゃんと決まってなかったっていうところが大きいかなというふうに思います。読む本が決まってないにもかかわらず無料体験を始めてしまったばっかりに、自分が読みたい本が定まってなくて、あんまりですね活用できなかったっていうのがポイントかなと思ってます。で、これ無料体験の30日終わった後は月額980円で契約することができるんですが、普通に考えれば Kindle の本を一冊きちんと読むことができれば元が取れる設計にはなっていますので、まずですね、しっかりとその自分が契約していく、また無料体験していく中でどんな本を読みたいのかっていうのをきちんと定めておく方がいいかなというふうに思ってます。で、その中でも後ほど私が図解の方でこの本はですね、読んでおけば間違いないよっていうのをですね、お伝えしたいというふうに思いますので、合わせてですね、そちらの方を見ていただけたらなというふうに思ってます。3度目の正直の今回は、自分がきちんと読みたい本をきちんと見つけて読んでます。で、なおかつ読んでる中でさらに検索していって、他に新しい本がないか、他に自分が読みたいテーマのやつがないかっていうのをきちんと見ながらやってます。またここからですね、図解で解説するのと別でですね、今読んでるもので面白い本っていうのを少しご紹介したいというふうに思います。はい、まずですね、第一冊目はこちらです。今読んでてめちゃくちゃ面白い本がこれです。跳躍ダヴィンチノート Kindle 版です。これですね、ダヴィンチの、手記っていう原本があるんですけれども、それを跳躍して分かりやすくまとめている本になってます。こちらですね、スクロールしていくと分かるんですが、ビル・ゲイツがですね、こちら直筆ノートっていうのを28億円で落札していたりだとか、やっぱりですね、今成果を出されている人っていうのはダヴィンチというですね、人物がどういうことをやってきたのか、どんな考えを持っていたのかっていうのを結構ですね、注目されていたりします。そしてですね、ダヴィンチがなんでこんなにも注目されているのかっていうと、物理学、天文学、植物学、地質学、解剖学、こういった学問を追求しながら、またはですね、車や船、飛行機などの乗り物や日用品の発明、軍事戦略や都市開発ですね、本当に様々なフィールドで活躍されている方なんですね。そのダヴィンチがどういう考えを持って生きていたのかっていうのがこのダヴィンチノートには書かれているので、そういった内容がまとめられているっていうような本になってます。なのでですね、読み進めるだけでも非常に読み物としても面白いと思いますし、ご自身の市場価値を上げるために必要なノウハウっていうのもここから学べるかなというふうに思います。ぜひですね、無料体験をされた際にはこちらの跳躍ダヴィンチノートも読んでいただけたらなというふうに思います。もう一冊がですね、こちらです。世界一優しいやりたいことの見つけ方、八木純平さんが書かれた本になっています。こちらですね、 YouTube で中田さんも解説されていたのでご存知の方もいるんですが、この本もですね、 Kindle Unlimited の対象になっています。実際にですね、どういう風なことを自分がやっていったらいいのか、何かやりたいけれども何をやればいいかわからないっていう方に対しての具体的な解決法っていうのがこの本から学ぶことができます。ですので、この本を読むことで一つ一つですね、自分の人生を棚卸ししていくことで、自分がですね、どういうふうなことをやっていったらいいのかっていうのが具体的に見えるような一冊になってますので、ぜひですね、 Kindle Unlimited の無料体験をされた際にはこの本もですね、読んでみていただけたらなというふうに思います。はい、ではですね、次からは図解をもとに解説をしていきたいというふうに思います。はい、ではですね、ここから図解をもとに一冊ずつ解説をしていきたいというふうに思います。まず一冊目ですね、こちらカバーちょっと私こちらですね、私カバーがなくなってるんですけども、メンタリスト DAIGO さんの自分を操る超集中力です。私の動画でも習慣術だったり集中のことについていろいろとお話をさせていただくんですが、その中でもですね、やはりメンタリスト DAIGO さんから学べることってのは非常に大きいと思いますので、要点だけを押さえてですね、こちらでは解説をしていきたいというふうに思います。
はい、こちらですね、集中力を自動で作り出す5つの時間術、さまざまなですね集中について書かれている本なんですが、ここですね結構やはり大事なところなので、ここをですねご紹介していきたいというふうに思います。はい、まず1つ目ですね、超早起きです。これですね、脳は起きてから2時間の間に最もクリエイティブな力を発揮することができると。ですので朝一に集中タイムを作ることが大事ですよというところです。私自身もですね、朝6時に起きてですね、そこから朝一杯水を飲んで、そこからですね作業をするっていうことで取り組んでいます。やっぱり脳っていうのは朝とてもクリアな状態になっているので、作業も非常にはかどるっていうところがあるかなというふうに思いますので、まずですね朝起きの習慣を作るためには、やっぱり前日ですね22時ぐらいまでにはきちんと寝て、8時間睡眠をとって6時頃に起きるみたいな生活をですね作っていくってことが大事かなというふうに思います。はい、次ですね、2つ目です。2つ目はですね、ポモドーロテクニックです。過去の動画でも何度かお話しさせていただいてるんですが、それだけ重要なことということですので、改めてお話をしていきたいというふうに思います。ポモドーロテクニックというのは、25分の作業と5分の休憩、これをですねワンセットにして繰り返すことで、効率的に集中して作業を進めることができるということです。この後ですね、25分の間では様々なタスクを一気にやるのではなくて、一つのタスクに絞って行動するっていうのが大事なところになっているので、これをすることでですねメリハリをつけて仕事をすることができるようになるというような習慣術になっています。はい、次にですね3つ目です。ウルトラディアンリズムです。これですねポモドーロテクニックのさらに延長版みたいな感じですね。90分の作業と20分の休憩みたいなことで、90分しっかりと一つのタスクを絞ってやることで、あとは捨てるということですね。で、その後90分しっかり頑張った後は20分ですね、ちょっと多めの休憩を入れるっていうことが、ウルトラディアンリズムになります。人間の集中力というのはどこまでのも伸びていくものではないんですが、ポモドーロテクニックで25分の作業と5分の休憩、これをですね、何度も何度も練習していくことで、最終的にはですね、こちらの90分と20分のウルトラディアンリズムっていうのもやっていくことができるようになりますので、ポモドーロテクニックに慣れた上で、この後ですね、90分のウルトラディアンリズムっていうのも実践してみていただけたらなというふうに思います。はい、次にですね、4つ目です。4つ目はですね、IBD メソッドですね。これはですね、過去の動画ではお話しているんですが、それだけ大事だということです。優先順位が高い順に6つ作業をかけます。そして一番上に書いたものから順に取り組んでいくということです。で、一つ目の作業が終わるまでは、次の作業をしないっていうふうに決めて、一つずつですね、重要なことを片付けていくっていうことです。で、これ大事なところが、1日に6個全体に終わらないといけないということではなくて、例えば4番目、5番目、6番目ができなかったっていうふうになった場合は、次の日に繰り越して、次の日ですね、重要度の高いことから一つずつやっていくみたいなことを毎日繰り返していくっていうのが IBD メソッドになってます。これをやることで、重要度が高いタスク自体は毎日きちんとこなしていくことができるっていうことですね。過去の動画でもいろいろとお話しさせていただいたんですが、やっぱりですね、人間がやる仕事っていうのは1から10全部が全部重要なことってなかなかないと思うんですね。絶対に重要で絶対に押さえておかないといけない、成果を上げるためには絶対にこれをやらないといけないということはやっぱあると思うんですね。で、そういうのをきちんと絞ってやっていくことで、きちんと成果を出しつつやることはきちんと絞っているっていうような環境が作れるということです。はい、最後ですね、5つ目です。スケジュールに余白を作るということです。これもですねめちゃくちゃ大事なんですね。やっぱりですね、不測の事態ってやっぱあったりするので、そういうのにも対処できたりだとか、きちんと自分の1日の時間の中で、例えば新しいインプットの時間を作るとか、そういうのってきちんとやっておく必要がありますし、そうでないとどんどん日々成長していくっていうのはなかなか難しいというふうに思いますので、1日のうちに2時間3時間っていうのはきちんと予約を作って、そこできちんとですね何かあった時のリカバリーをしたりだとか、新しいインプットをするみたいな時間に当てるっていうのが大事かなというふうに思います。2冊目はですね、こちら前田裕二さんのメモの魔力です。過去の動画でも何度もお話しているんですが、こちらの本が Kindle Unlimited でも読むことができます。こちらですね、絶対に読んでみてほしいなというふうに思います。ポイントをですねお伝えしていきます。メモの魔力でも大事なところっていうのが、こちら丸1のところにあるメモで日常アイデアに変えるということです。メモをですねあくまでも第2の脳として活用しましょうということですね。そして空いた分の自分の脳の容量っていうのを想像力の発揮に活用しましょうということです。で、実際にですねこちらにノートの書き方っていうのがあります。これ見開きで使って、こちらですね見開きでやるみたいなイメージですね。左上のところに議題と日付を入れます。そして一番左に標語、まあ要するにカテゴリーですね。その書いていく物事に対してのカテゴリーってどういうことなのかなっていうのを入れていくっていうことですね。で、ファクトっていうのは事実であったり、打ち合わせの内容だったり、読んだ本から学んだ内容っていうのをここに入れます。先ほどのファクト、事実として書いたものっていうのを抽象化すると、要するにはどういうことなのかっていうのを入れるということです。
で、この抽象化をした後、抽象化をすることで、その物事に対する本質っていうのが見えてきますので、その本質、学んだことっていうのを自分の行動に転用する。自分の行動プランに置き換えると、どういうふうにするのかっていうのを入れるというようなことですね。はい、実際にですね、今画面に映しているのが、ここですね、私が、このノーションというアプリを使ってメモの魔力のノートを書くような形で、活用しているものになります。ここに標語があって、学んだことファクトがあって、それを抽象化したもの、そして行動プラン、自分の行動に転用するものみたいな形で書いています。こういうふうにすることで、事実と抽象化、本質と本質をどういうふうに自分の行動に置き換えるのかっていうのができるっていうことです。過去の動画でも、これを解説していますので、ぜひですね、概要欄の、こちらのですね、ノーションの解説動画もご覧いただけたらなというふうに思います。参考なんですけども、こちら習慣術の方で if then プランニングという事実があります。これですね、〇〇の時にはバツバツをするみたいな形で、あらかじめ発生条件を決めておいて行動することっていうのをですね、学んだっていう風になってます。で、これですね、抽象化すると、要するに条件反射かなというふうに思います。これ何々の時に何々するっていうことで、で、なおかつ毎日起こる事象に対してその条件が起こった時に何かするっていうふうにやると、それが習慣化しやすいっていうことですね。で、実際に私はその条件反射を使ってどういうふうに行動プランに落としたのかっていうのがこちらになります。こちらですね、朝起きる。絶対毎日あることですね。朝起きたら実現したい目標を読み上げるっていうのを確実にやっています。こういうふうにすることで、自分が人生で何を実現したいのかっていうのをきちんと毎日自分の中で思い出すっていうことです。これが結構大事なところになっているので、こういう形で学んだこと、抽象化、行動プラン、転用という形でやっていくっていうのがですね、メモの魔力のノートの活用法になっております。そういう形で今メモの魔力のノートの書き方についてお話をしてきました。そういう形でですね、非常にやはり大事なところになるのは抽象化のところですよというところですね。その実際にファクト、事実、学んだことっていうのを抽象化、いかに抽象化するのかっていうのが大事なところになっていること。抽象化の仕方っていうのは3つの型になっています。Watt 型、How 型、Y 型っていう形になっています。で、例えば男と女というものであれば、男と女って何なのというのを Watt 型で考えます。で、それで考えると反対のものですよっていう風に抽象化をします。で、例えばポケモンっていうものがあれば、ポケモンって一体どういうようなものなのっていうところで考えると、相手の属性に合わせて弱点をつくっていうのはですね、ゲームの攻略のポイントになるっていうところで、弱点をつくという形でやっています。最後ですね、君の名は。君の名はという映画はなぜこんなにも話題になったのかっていうところで、なぜそういう風になったのかっていうのを考えています。で、それですね、抽象化、一言で考えると意外性みたいなところですね。その例えば性別が入れ替わったりだとか、自分たちの記憶が入れ替わったりだとか、例えば隕石が落ちるような出来事があったりとか、それがどん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 スリリングな展開で巻き起こっていって、一番最初に君の名を見た人たちは意外性の連続っていうのがどん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 巻き起こっていって、それが面白くさせる原因の一つだったのかなというふうに私は感じております。はい、こういう形でですね、メモの魔力を使ってファクト、抽象化、転用っていうのをしっかりやっていくことで、自分の行動プランに最終的には置き換えて、学びをきちんと身につけることができる仕組みがメモの魔力にはありますよという話をさせていただきました。はい、次にですね、3冊目を紹介したいというふうに思います。3冊目はですね、北川泰司さんの手紙屋という本です。この本ですね、私が前職でイベントの企画運営をしている時にセミナーの先生からですね、ご紹介された本で、めちゃくちゃ、何度も読んでいる本になっています。この本はですね、就活生の話にはなってるんですが、就活生の方だけにとどまらず、自分の人生をですね、いかに可能性を広げていくのか、自分と他者との関係を構築していく方法っていうのが書かれている本になっています。その中でもですね、大きなポイントのところをですね、お話をしていきたいというふうに思います。はい、それがですね、こちらです。4つあるんですけれども、1つずつお話をしていきたいというふうに思います。はい、4つあるんですが、1つずつご紹介していきたいというふうに思います。まず1つ目ですね、欲しいものに釣り合うだけの価値を提供しましょうということです。例えば、あなたが何か実現したいものがある、何か手に入れたいものがある、それがあるときは、その天秤にあなたが手に入れたいものを乗せた上で、それと釣り合う量だけ乗せましょうということです。要するに、何かしらあなたが価値提供していくことを、それだけの分量だけやっていくことが必要だよということですね。これがですね、学べるようになっています。次ですね、はい、次にですね、すべての出来事はあなたの人生に必要なことですよというところですね。これむちゃくちゃ大事でして、特にですね、大きな成果を出している方、俗に言うですね、成功者と呼ばれる方は、人生はですね、思い通りに行くっていうふうに考えられている方が多いです。これどういうことかというと、要するに、例えば何かいろんな出来事があって、自分の想定外の出来事があったりだとか、何か失敗があったりだとか、そういうことがあったとしても、その失敗っていうのがあったからこそ、
その失敗っていうのを乗り越えたからこそ今の成功があるっていうふうに思えるようになるまで、失敗だったり何かうまくいかないことも全て成功するための材料に変えましょうっていうようなことを考えているっていうことです。要するに何か出来事があったとしても、それは自分の人生に必要な出来事だ、自分の夢を実現するために必要なんだっていうふうに考えて、そこから学びを得て改善していくっていうのをやっていくことが大事だよということがここで書かれています。はい、次ですね、感性の法則を自分のものにすることというところです。これもめちゃくちゃ大事でして、過去の動画でも私お話ししてるんですが、動いている人は動き続けようとします。止まっている人は止まり続けようとします。これっていうのは感性の法則っていうことだと思うんですね。感性の法則、うまく自分で身につけていった方がいいよっていうことですね。要するに習慣化するためには90日間必要っていうふうに言われてるんですが、毎日小さな行動でもいいから、どんどん積み重ねていきましょうというですね。で、そういうふうにすることで、その行動をするのが当たり前になって習慣になって、だんだんその行動っていうところが成果が生まれていって、それがどんどん雪だるま式にどんどん膨れ上がっていって、成果が大きくなっていきますよっていうところなので、動き続けるってことが大事だよっていうことがここで書かれています。はい、最後ですね、何があっても情熱を持って行動し続けるということです。要するにここで書かれているのは、才能というのはあらかじめあるものではなくて、自らの努力で開花させるものだよということです。才能を開花させようとする人は、開花させようとする情熱が大事だということです。要するに自分がやりたいと思ったのは、まず一歩踏み出して、その後先ほどにもありましたが、失敗があってもその失敗をきちんと生かして次につなげる、改善していくっていうのを繰り返すこと、そして行動し続けること、これがですね、情熱を持って行動し続けることの大事さかなというふうに思います。で、情熱を持つためには、なぜその目的を実現したいのかっていうのをきちんと自分の中で考えて、その思いを強固にしていくことが大事かなというふうに思います。それを繰り返していくことで、自分の中で確固とした志が生まれて、それがですね、次に進むための原動力になるということがここで学べます。はい、次にですね、4冊目です。飯高裕太さんの僕らは SNS で物を買うということです。この本を読めば、口コミだったりバズるっていうのはどういうことなのか、具体的にですね、理解できるというふうに思いますので、ぜひですね、この本も読んでほしいなというふうに思います。まずですね、ここで、そもそもバズる、口コミの連鎖って何なのみたいなことを図解してみました。これですね、今こちらにありますように、例えば何か発信者がツイートをした一つっていうのは、いきなり多くの人に拡散されるのではなくて、発信者のフォロワーさんがそのツイートを見て、あ、これめちゃくちゃ面白いな、ためになるなっていうふうに思って、そのフォロワーさんがリツイートをします。で、そのリツイートしたものがさらにその人のフォロワーさんにつながっていくみたいな形で、各フォロワーさんにどんどんバトンが渡されるように、リツイート、口コミされていくのが、これがバズるということですよっていうことです。で、要するに口コミっていうのはどういうふうに広がっていくのかっていうのが、ここでまず基礎的なお話としてされています。そしてその口コミに大事なのっていうのが、口コミを誘発する仕掛けになってます。やっぱりですね、公式サイトとかからの情報よりも、家族だったり友達だったり恋人だったり、そういう人たちから実際にこの商品いいよ、このサービス良かったよっていうふうに思われる方が、行動するっていう経験あなたもあると思うんですけども、やっぱり結局そこっていうのは、その人との関係値がすでにできてるから信頼ができるっていうことがやっぱりポイントだと思うんですね。なので、そういう意味でもやっぱり何か口コミを誘発する仕掛けを作るっていうのは、発信者の人が口コミしたくなるような本当にいいものっていうのを提供してツイートすることがとても大事だよっていうところがここで学べるようになってます。で、過去の事例でも、例えばPayPayの100億円あげちゃうキャンペーンっていうのもあったのを、そのキャンペーンがあるよっていうのをきっかけを知ったのは、友人のツイッターの投稿の人が大多数ということです。やはりここで分かるのは、やっぱり公式からの情報だけっていうよりも、やっぱりその人の友人、家族、恋人っていうのをいかに巻き込むような内容にしていくのかっていうのが大事かっていうのがここで分かるようになっています。ここでですね、 UGC という言葉があるんですが、 UGC とは何かというと、ユーザージェネレーテッドコンテンツということで、ユーザーが作ったコンテンツということなんですね。先ほどの話もありましたが、やはり公式からの情報よりも、やっぱり友人とか家族とかからの情報の方が、やはり関係値ができてるから信頼できますよねっていうことで、要するに場合によっては広告費、莫大な広告費をかけたものよりも、やっぱり個人の投稿の方が大きな力を持つこともありますよっていうことです。この中で私が話したのは、 YouTuber さんからの影響って結構大きいかなというふうに思ってます。で、 YouTuber さんっていうのは、そのチャンネル登録してもらった人との関係値っていうのをどんどん作っていって、いい動画を作るから、やっぱり視聴者の人も応援したくなるっていうのがあって、で、実際に YouTuber さんっていうのは、その
YouTuber さんっていうのは本音で語ってるというか、本当にいいものはいいっていう人がやはり多いと思いますし、やっぱりそういう人から紹介された商品っていうのは、ちょっと一回試してみたくなるなっていうのがやっぱあると思うんですね。やはりそういうふうにやるためにも、やっぱり何か情報発信をするときは、嘘偽りなくですね、自分が本音で思ったことっていうのを常に発信することが大事かなというふうに思ってますし、私自身もですね、今動画でお話しているときに、やっぱり自分が本当にいいなっていうふうに思ったものをご紹介していくっていうのをですね、心がけております。はい、最後ですね、5冊目です。5冊目はですね、こちら大石さんのコンサル1年目が学ぶことです。こちらですね、1年目が学ぶことっていう風にあるんですが、実際にですね、中堅ベテランの人が学べることもめちゃくちゃたくさんありますので、ぜひですね、一度読んでほしい本だなという風に感じてます。で、その中でもいろいろなことが書かれているんですけども、ポイントを押さえてお話をしていきたいという風に思います。まずですね、めちゃくちゃ大事なことがこちらですね、結論から話すということです。普段話すときも、質問に答えるときも、やっぱりプレップ法っていうのを意識するのが大事かなというふうに思ってます。私自身も、例えばブログであるだとか、情報発信をするときは、やっぱりそれを意識していまして、これ何かというと、一番最初に結論を話して、その結論に対する理由と根拠を伝える。その上で最終的にまた結論を伝えるっていう形で、聞く相手がその趣旨だったり、目的だったり、何が言いたいのかっていうのはすごくわかりやすくなるっていうところなので、まず結論から話して、理由根拠っていうのをやっていくっていうのをですね、心がけていただけたらなというふうに思います。はい、次にお伝えしたいのはこちらです。数字というファクトで語るということです。やっぱり何か伝えるときに数字があるとめちゃくちゃ分かりやすいかなというふうに思います。具体的に私は過去の動画でお話ししていたのが、3年間ツイッターでフォロワー数が500人で伸び悩んでいたにもかかわらず、急に1700人超えた話っていうのをしました。要するにすると、それって500人から1700人まで伸びたんだっていうのが具体的に分かりますよね。どういうふうにやればそんなに伸びたのかを知りたいっていうふうになって、動画を見てみたくなるみたいな話で私はやってみました。はい、次に私が大事だと考えているのが、相手のフォーマットに合わせるっていうことです。私は結構ですね、提案書だとか企画書っていうのを出すことが多いんですけれども、その時に心がけているのは、結局自分が提案した企画書っていうのは相手の社内でしっかりと回覧されていって、それがどん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 上に上がって決済されていくっていうところになると思うんですね。そういう時に相手がどういうふうなものを求めているのかっていうフォーマットをきちんと理解しておくのは大事かなと。要するに相手の会社で決済を上げる時にどういう要素が盛り込まれていないといけないのかっていうのをきちんとヒアリングした上で、それを盛り込んでいくことが大事かなというふうに思ってますので、このあたりですね、結構押さえておくべきポイントかなというふうに思ってます。はい、このですね、コンサル1年目が学ぶことっていう本の中では、またですね、コンサルの思考術のことだったりだとか、またですね、デスクワークの技術だとかですね、ビジネスマインドのことはですね、しっかりと学べるようになっていますので、ぜひですね、Kindle Unlimited でこちらもですね、体験していただけたらなというふうに思います。またですね、こちらの図解については、概要欄にあります、私のですね、Instagram アカウントでも見ることができますので、ぜひそちらもですね、ご覧いただけたらなというふうに思います。はい、今回ですね、 Kindle Unlimited を2度挫折した私が3度目の正直で本当にお勧めできる本っていうのを5冊ご紹介してきました。概要欄の方から Kindle Unlimited の無料体験ができるようになってますので、ぜひですね、今回ご紹介した本を読んでいただけたらなというふうに思います。またですね、この動画がいいなというふうに思えたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできたらなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。